つも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。はい、じゃあね、こんな感じで無事ね、7ミリの、時空機を入れることに成功しました。はい、いい感じでね、ぴったり収まったかなと思います。はい、ちゃんとね、両方ともはい、完璧にくっついております。よし、じゃあね、先に、進めていきましょう。はい、じゃあ今回は電子トリガーはね、ちょっと後回しにして、ギアの方のね、取り付けを先に進めていこうと思います。はい、今回はビッグドラゴン。はい、ビッグドラゴンね、これまあおそらく OEM かなんかだと思うんですけど、まあ元々の発祥は僕が確認してる限りだと、だっけ BGX、 そう BGX がね、一番最初に出てきて、まああれのね OEM か、もしくは真似っこしたか、同じ生産ラインで作ってるかわかんないけど、まああれとほぼ同様のもんですね。ただこのビッグドラゴンに関しては、ここの、スパーギアにね補強が入っているタイプでございますね。まあなので、まあ僕が前に採用した BGX よりかは、多少、品質の良いものなのかなって気がしてます。はい、よし、というわけでね、これ行っていきましょう。はいよー、おいやー。では締め調整をしていきたいと思います。まあ今回はね、無理な、なんだっけ、カスタムをしようとしてるわけではないので、まあコンセプトをね、忠実に守りたいので、そんなにね、難しいことはやろうと思ってないです。はい。じゃあまずは、この、スパをまず入れてみました。はい。で、それに対して、よっしゃ、いつも通りね、浮き具合を確認してみましょう。はい。よし、じゃあ、セクターをギュッと押さえた状態で、スパーがどれだけ、動くか。ははは、なるほど。余裕はありそうだね。余裕はあるんだけど、ちょっとね、まあ、自分で穴開けたから、このね、軸受けの高さがね、みんなバラバラなんだよね。まあ、こういうところにやっぱ自分でやる弊害が出るんですけど、ここの、これ当たっちゃってんすよ、今。ほら。ガリガリ音するでしょ。だから、もうこれがね、まずスタートラインに立ってないんだよね。だから、まずこいつをスタートラインに乗っけてあげましょう。ここが当たっちゃってるので、多分 0.1 じゃ足りない気がするので、0.2 でちょっとかさ増ししてあげて、それでちょっとね、様子を見たいなと思います。はい。よし。お、0.2。よいしょ。おう、イエー。よっしゃ、0.2 を下に置いて、ちょっとね、様子を見たいと思いますと。よし、これでどうかな？ちょっと当たってるね。マジか。結構沈んでんだな。ほう、じゃあ 0.3 いきますか。よし。よし、じゃあこれで。まだ上がってほしいな。もうちょっと上がってほしいな。よし、じゃあ 0.3 に 0.1 を足しましょう。よし。まあ、こんな感じでね、少しずつ上げてね、様子を見ながら、やっていくのが、まあ、シム調整なので、ここはね、根気強くいくしかないですね。っていうかね、0.4 ってシム誰か作ってくれ。めんどくせえんだよ。一個足すの。よし、これでどうかな。ああ、完璧。よし、浮いたね。もうこれで、当たらなくなったので、いい感じだと思います。よし、じゃあ、ここがスタートライン。はい。ここから初めて、こいつを乗っけて、こいつをどれだけ上げなきゃいけないかっていう、ことにね、着手していこうと思います。まあ、こいつを 0.4 も上げちゃったから、浮いてて当然だと思うんだけど、おぉマジで？あ、浮いてる。浮いてるってかね、完全に動くね。ほら。今、スパーを動かすと、一緒に、ベベルもね、やっぱ動いちゃうね。まあ 0.4 も上げたら、まあそりゃぶつかるよな。よし、というわけで、今の感じだと多分 0.2 でちょうどいいんじゃねえかな。0.3 入れてもいいかもしれないけど、まずは 0.2 でチャレンジをして、そこから、
様子を見ていきましょう。はい、よっしゃ。 0.2。 あー、浮いた浮いたけどもうちょっとしない。今ね 0.1 ぐらいしか入ってないかも。見えるかな。見えないよね、見えないよね。暗くて見えねえんだよこれが。あ、見えるね、今見えるね。そう、ここね、赤丸つけとくね。あー、けどはっきり見えないか。うん、今ね、ちょうどこの高低差が 0.1 しかないから、やっぱりここは 0.3 だな。よし。じゃあ、多分ここは 0.3 でいけると思うので、今ね、0.3 を入れて、スパート、ベベルに関しては、OK ということにします。じゃあ、ここ 0.3 入れて、よいしょ。よし。もうこれで快適なはずだよ。よし。OK です。よし、じゃあ次、ベベル行きましょう。はい、ベベルもね、まずはポンと乗っけて、様子を見ましょう。はい、どんな感じでしょう。あー、完全に乗っかってるね。ほら、わかるかな？ほら。この感じだと、0.3 欲しいな。結構やっぱあれだね。自分で自作してるもんだから、かなりね、ベアリングが奥まで入っちゃったっぽいね。全体的にいつもよりかなり下に沈んでる感じがどうもね、するね。よし、じゃあこれでどうだ。よし、ちょうどいいでしょう。こんな感じ。見えるかな？はい、こんな感じです。よし。じゃあ今回結構上に上げたね。まあ、とはいえ、下がりすぎてたから上に上げるしかなかったっていうだけの話なので、まあまあ、多分こっちもね、通常より多分奥に引っ込んでるだけかもしれないので、まあ乗っけてみてね、かなり、こう、パコパコ動く可能性がありますね。ちょっと見てみよっか。うん。ああ、そんなことね。上であれだ、ギリギリだ。ほら、わかる？もうほぼ動かない。うん。けどね、一応、滑らか。うん。次、じゃあスパ行こっか。ほう、スパも動かないね。動かないんだけど、なんかね、嫌な予感がする。ちょっとネジ止めてみるわ。上げすぎたかもしれん。よいしょ。ああ、大丈夫だね。うん。ちょっとこっちも止めよっか。よし。ああ、余裕余裕。じゃあぴったりなんだね。ラッキー、ラッキー。オッケー。じゃあ今ね、スパーも、微動だに、どっちにも動かない状態ですと。うん、けど、動きを見ると、かなりスムーズなので、まあ大丈夫でしょう。あと、スパーと、セクターの間の距離がね、空いてるかどうか、もうちょっとね、確認したいんだけど、あ、見えるかな。見えるかな。は、あー、見づれえな。これで見えるかな？あ、見えたかも。そう、ほら。ね。隙間空いてるでしょ？ほんの少しだけね。うん。で、今、スパも、向こうもこっちも動かないし、今、ベベルも向こうとこっちに、ほんの少しだけ動くんだけど、ほんの少し動かしても、スパとぶつかってないから、これは合格ラインですね。うん。よし、いい感じじゃないでしょうか。あとは、ベベルのね、ちょっと様子を見ましょう。めっちゃ動くよ、ベベル。よし、じゃあ、ベベルだけは、まあ、かなりのね、調整が必要ですと。上からこれ多分 0.6 は抑えなきゃいけないな。これすごくない？めっちゃ動いてるよ、ほら。よし、じゃあ、こっちはね、0.6 をね、突っ込んで、一旦、SIM 調整は終了としておきます。